ハッピータイムとは2003年10月1日に開始したソフトバンクモバイルのサービス。ボーダフォンの通話料割引サービスで2003年11月1日に開始された。当初、ハッピータイムは土日仕組のボーダフォン同士の通話において料金プランを問わず自動的に通話料5.25円、分になるサービスだった。 翌年の2004年7月1日にサービスが改定され、ハッピータイムにとなって、と、日宿日のボーダフォン同士の通話において、通話時間が5分を超えるとその後の30分間の通話は課金されない制度となった。なお、2009年1月現在他社の追随は見られない。ハッピータイムのスタート当初、ボーダフォンはカタログやテレビコマーシャルなどで同時期に、 サービス開始したボーダフォンハッピータイムとハッピーボーナスを合わせて広告していた。しかし翌二2004年ハッピータイムに変わりハッピータイムにを同年7月からスタートさせると発表するとインターネットを中心にユーザーからサービスの寛約という批判が寄せられた。結局ボーダフォン側は この料金改定を理由とする解約では、ハッピーボーナスの解除料請求をしないことを発表した。ただしハッピータイムは、指定割り及び家族間の通話による割引の対象ではなかったが、ハッピータイムには、指定割り及び家族間での通話での割引が適用され、半額となるため、ハッピータイム2の方が割引率が良い場合もある。 しかし一定時間以上通話しないとハッピータイムより料金が安くならないため依然として一方的なサービスの解約と感じる人が多い。また、ハッピータイムの時はプリペイド形態も対象であったため、ハッピータイムでの利用を目的にプリペイド形態を購入した人もいたが、改定されたハッピータイムにではプリペイド形態は対象にならなかった。そのため、 残金の返金を求める人もいたが、当時のボーダフォン側の対応は不明。ソフトバンク6から2のサービス終了に伴い、給料金プランの多くが廃止されたため、減損するハッピータイムに対象の料金プランは、旧ボーダフォン時代に提供されていた料金プランのみで、ある。その料金プランから変更せずに継続利用していれば、現在でも適用されている。ただし、 マイソフトバンクや紙請求書の請求内訳における通話料の項目はハッピータイムに適用後の料金であるためその請求月の通話時間を正確に把握していなければ実際に適用されているかどうかの確認は難しい。有料の通話料を明細書サービスでは対象時間の通話料金が減額されて記載されるため容易に確認することができる。なお、 新スーパーボーナスを利用して機種変更する場合や新スーパーボーナスを利用しない場合でも 4G LTE 対応のスマートフォンや iPhone に契約変更をする場合は旧ボーダフォン時代の料金プランを継続利用できないためハッピータイム2の適用は終了する。ありがとうございます。